どうも皆さんこんにちは、着松です。今私は6京都 LXR& ホテルズ&リゾーツに来ております。ということで今回ですね、6京都、またね宿泊しに来ました。ちょっとね1年ぐらい経ってホテルの特典等々ね、変わったっていう話ですので、まあ、そこら辺ねどういった感じで利用することができるのかっていうのをですね、今回ねレビューしていきたいななんていうふうに思います。ということで、まあ、このね6京都はですね、私の動画のねエンディングの動画にね流れているホテルっていう風になるわけなので、まあ皆さんね見たことあると思うんですけども、本当にねこのホテルめちゃめちゃいいんで、今回もねかなりね楽しみっていった感じになります。で今ねもう4時を過ぎておりまして、チェックインねもうできると思いますので、早速ねチェックインして客室の方ね行きたいと思います。ということで早速行きましょう。ということでチェックインいたしました。今回417号室ということで行ってみましょう。ということで客室の中に入ってまいりました。どうでしょうか。いいっすね、はい、で前回と客室は一緒っぽいですね。開業してしばらくしてからね来ましたけども、こんな感じとなっております。いや、いいですね。では一応前回もやりましたけど見ていきましょうか。よいしょ。こちらがミニバーになってます。こちら非常に素敵ですけども、こちら有料です。で下にコーヒーマシンと、これがお水ですかね。そうですね、ウォーターって書いてある。これは無料のお水なのかなっていう感じですかね。でこちらには飲み物ミニバーセットされてますね。こちらも有料です。めちゃくちゃ入ってますね。でこちらにグラスと、あとコーヒーマシンが上にあって、ここにケトルとか、でここに食器ですね。でここにお茶とかコーヒーのねカプセルがあります。でこちらにいいですね、70インチぐらいのかなり大きいテレビがあります。で今回ウェルカムアメニティじゃなくてウェルカムギフト、これはあられと、これは金柑とキウイですかね、はい。でこういった観葉植物みたいなのもあります。でこちらは前と一緒ですけども、いや素敵ですね。でこんな感じでめちゃくちゃ綺麗な、ね、景色が見ることができます。はい。でこのソファーがいいですよね。はい、窓際でねゆっくりくつろぐことができそうです。ではこっちですね。で枕元にはテレビのリモコンと、ここに AC とちょっと見づらいですけどもタイプ C のコンセントがありますね。あと電気灯とのねスイッチがあります。でこちらかなり大きいベッドが1台あります。かなり大きいですね。で反対側にはこういったね Bluetooth のスピーカーとか、あとはこのヘッドリレンのね紙とかも置いてあります。あとは目覚まし時計とティッシュ、まああるものは向こうと一緒ですかね。でここのカーテンとかもねボタンで全部操作することができます。では次にバスルームですね。今回ね家族で来てますんで子供用のやつですかね、2ついただいております。でマウスウォッシュに石鹸、あとこれはボディーローションかな。そうですね、はい。でタオル等々があって、手を洗うところも2つあります。いや非常に素敵ですね。いやいい。でこういったね子供の踏み台とかもセットしてくれてて、タオル等々もあります。でここにアメニティですね、はい、6京都の名前が入ったこういったね一通り揃っておりますね、はい。で下はあドライヤーですね。これですね、この
これです。はい、このお高いやつですね。よいしょ。で、今回ベビーも一緒なんでおむつ入れとかも入れて、またねこういったのも用意してくれて非常にいいですね。はい、でこちらがバスタブです。いやーでかいですね、相変わらず。はい、すごいでかさだな、こうやって見ると。はい、でこちら側に小型式のシャワーと上に固定式もあります。いや広いですね、洗い場もめちゃくちゃ広いです。であとこちらにバスソルトもねあるという感じで、あの奥のね、あの仕切りもドアを開けるとね客室が見えるようにすることもできます。いやでかいですね。それではここが、クローゼットですね。ちょっとね荷物が置いてあって申し訳ないんですけども、これね奥にあると見せかけてここに鏡がある感じですね。でこっちには、手提げ袋があります。あと何ですか、指輪とかが入れるような、ね、ケースがあって、金庫っていった形になります。でその下は何かあったかな、あここにアイロンが入ってますね。でよいしょ。でこちらにねサンダルと足袋の用の靴下みたいなのもあります。でこっち側にロッキョートの、ね、スリッパ4つセットしていただいております。であとはでこちらにパジャマで、これはあちゃんとセパレートタイプのねパジャマですね。これはありがたい。でこっち側に革靴とかのブラシと靴べらとかね入っておりますね。あとランドリーバッグは、これは布製のですね。であとこのロックキョートといえばこのふっかふかのねガウンですね。これ本当にめちゃくちゃいいですよね。はい、コンラッド、ニューヨークもね確かこれだった気がします。あとプレスとかね傘とか荷物を置くやつとかがあります。これなんだっけ、あここは空ですね。はい、こういった感じになります。ちょっと反射して見づらいかもしれないですけども、今のねあのお風呂場の、扉を開けるとねこんな感じでお風呂場からこの客室がね見ることができます。まあこんなところですかね。はいはい、ということで今回ですね、ロッキョートは一泊ね、お世話になります。今日がね12月の16日ということで、今日の値段確か12万ぐらいだったかな。かなり高いですよね。はい、もっと今日だと もっと高くなってるかもしれないですね。はい、で今回ねヒルトンホテルポイント11万ポイントで一泊ねお世話になります。でダイヤモンド特典なんですけども、私がね開業当初に来た時とね、もうこちらねだいぶ内容が変わっておりまして、開業した当時はですね、あのティーハウスっていうね真ん中のちょうどこれがティーハウスっていうねお茶とかが飲めるね場所なんですけども、ここでね私が来た時はですね17時ぐらいからね1時間か2時間ぐらいねカクテルタイムみたいなのがあったんですけども、まあ、そういうのはね、今はねもうなくなっております。でその代わりね今このロッキョートでダイヤモンドステータスになるとですね、こちらこういったねもう紙が用意されてもらえるようになっておりまして、ホテルクレジットがね1泊あたり1万円分のホテルクレジットがダイヤモンドステータスだったらねもらうことができます。でこちらね1泊だと1万円なんですけども、2泊目だから連泊になると2泊目以降はね5000円になるっていう風になりますんで、まあ、この点はね注意していただきたいなと思うんですけども、このねレストランであったりですねルームサービスとかねそういったもので利用することができるっていった形になります。まあこちらねダイヤモンドステータスだったらね1万円のホテルクレジットなんで非常にいいですよね。まあ、前回ねあのカクテルタイムみたいなねそちらもねめちゃくちゃ良かったんですけども、まあこれはね客室でもね利用することができますんで、これは、ね、これでねいいですよね。まあ私はねこちら夕飯でね利用したいななんていうふうに思ってるんですけども、ダイヤモンドステータスの特典はねこういった形になります。多分この感じだと多分ねアップグレードは今回ねされてないと思いますね。まああのホテルあのポイント泊のね枠も今日いっぱい、もう一番ね安いカテゴリーの部屋もね空いてないっていう感じだったので、まあ厳しいだろうなと思ってたんですけども、やはりねアップグレードはね今回なかったっていう感じですね。であとはレイトチェックアウトはね明日もね混雑しているということで13時までねレイトチェックアウト利用することができるっていうふうになります。まあこちらはねあのヒルトンの場合はね
レイトチェックアウトはね、確約されておりませんので、まあ、空室次第でね、利用することができるんですけども、まあ、明日に関しては13時までって言った感じになります。まあ、そういったところですかね。まあ、この6京都ね、前回一人で来て、今回ね、家族で来たんですけども、まあ、非常にね、素敵だったのでね、またね、家族で来たいなと思ってて、まあ、やっとね、来ることができたって言った感じになります。という感じですかね。で、今ね、4時半ぐらいなんですけども、17時からね、ちょっと息子とプールに入って、ちょっとゆっくりね、していきたいな、なんていうふうに思います。それでは1万円のクレジットを使って、こっちがキッズメニューのアメリカンクラブサンド。これが1800円ですね。でこちらが大人用のアメリカンクラブサンド、これが2400円で、和牛のお弁当ですね、こちらが3800円で、ライスを足しました。まあ、これで1万752円ということで、これでインルームダイニングの1万円を消化しました。いや、めちゃくちゃいいですね。はい、まあ味は間違いないと思うんで、これから家族でいただきたいと思います。で、割引なんですけども、 HPCJ の 20% オフは使える。で、ゴールドダイヤモンドステータスの 25% オフはこのホテルは対象外みたいですね。はい、めちゃくちゃ美味しそうですね。ではいただきます。それでは時刻は夜の0時過ぎました。客室からはこんな感じになっております。いや、素敵ですね。ですけども、開業当初に来た時より、なんか照明の数が減りましたがね。なんか、もうちょっと明るかったっていうか、もうちょっと照明が多かった気がするんですけど、気のせいかな。まあ、とりあえずね、ティーハウス。あそこはね、今カクテルタイムやんないんでね。結構早い段階でね、暗くなっちゃうんですよね。はい、この点はちょっと、前回の方がね、綺麗だった気がしますね。はい、ということで今日のところはこんな感じで休みたいなと思います。てか、ホテルクレジットに切り替わったの結構最高かもしれないですね。はい、客室で夕飯いただけますんでね、これで。ということで今日のところは休みたいと思います。おはようございます。いやー、素敵ですね。相変わらず六京都の朝でございます。どうでしょうか、この朝焼けもね、ぜひお時間があれば楽しんでいただきたいと思います。いや、非常に素敵ですね。今ちょうどね、7時ぐらいなんで、まだ誰もいないですね。朝食会場も7時半だったかな。結構ゆっくりめなオープンなんですよね。いや、どこを見ても美しいですね。それでは朝食会場に到着しました。こういったね、ハーフビュッフェでメイン料理を頼む、ステーキとか昔あったかな、私の記憶がなくなっているだけかもしれませんが、モーニングリブステーキともいただけるみたいです。追加料金1265円、そんな高くないですね。で、イエローオムレツ、ベジタブルオムレツ、エッグベネディクトのフライドエッグステーキ、豆腐のステーキ、ジャパニーズプレートっていう感じになります。まあ、これを1個メインで頼んで、あとはブッフェを楽しむみたいな感じです。で、一緒にコーヒーか紅茶などもいただきます。私はコーヒーをいただきました。ではエッグベネディクトにしたいと思います。優雅な朝を過ごしてます。程よい寒いで美味しいですね。それではエッグベネディクトいただきます。照明の感じでかなり影になってしまってうまく撮れない。
パパくんが切ります。ヨタくん、ヨタくんがザクッと切ります。うん、失敗。ひき肉みたいなのが入ってる。おいしい。どうした？暑かった？暑かった？お味はどうですか？美味しいですか？おお、いいね。ということで今回ですね、6京都1泊ねお世話になりました。ヒルトンホテルポイントで11万ポイントで1泊ねさせていただいて、この今12月の十何日とかなんですけど、これだと1泊ね10万円超えるぐらいのホテルっていう風になりますんで、これが11万ポイントで利用できるっていうのはね非常にいいですね。で前回はですね、ティーハウスでカクテルタイムみたいなのがね開業当時あったんですけども、まあ、そちらはなくなって、今はダイヤモンドステータスの方はホテルクレジットがね1万円分利用することができます。これもね非常にいいですね。やはりまあ家族で来た方は食事にもね当てることができますし、まあ、一人で来た方もですね、まあ、1万円あればね結構なお酒、まあ、バーとかでもいいですし、またねミニバーでも利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これはねお好みで使えるっていうのもね非常にいいですね。まあ、そういったところですかね。で HBCJ の特典と今ヒルトンのねあのステータスでレストラン等々のね割引がありますよね。でこの6京都に関しては残念ながらですねステータスの方の割引制度は利用することができないっていうふうになりますんで、利用できるのは HBCJ だけ利用することができるっていうふうになりますので、 25% オフでね HBCJ 会員の方は食事ね割引で利用することができるっていうふうになりますので、まあ、もちろんねその1万円のホテルクレジットはアフタヌーンティーとかに使っていただいてもいいですし、あのインルームダイニングとかでね利用していただいても OK っていった感じになります。これねちょうどよくねあの利用することができるっていうふうになりますので、これはねいいですよね。だから HPCJ 持っている方はまあ大体1万2500円ぐらいね、まあ、利用することができてしまうっていうふうになりますんで、これもねいいですね。はい、そんなところですかね。レイトチェックアウトは13時まで、またね朝食も利用することができますし、温泉プールですよね。今回ね私家族で来たわけなんですけども、本当にねずっとプールで遊ぶっていう、まあ一応ねあの週末は1時間制になってるんですけども、まあ、空いてればねあの延長してね利用することもできるっていうふうになりますんで、本当にねめちゃくちゃ疲れましたね。はい、ずっとプールにいましたね。はい、そんなところですかね。まあ、内容としてはね、まあ、前回同様非常に良かったですので、またね京都来た際にはですね今度紅葉シーズンとかにねちょっと来てみたいですね。ということで非常にね大満足の滞在というふうになりました。いやここはねあのヒルトンアメックス今新規入会キャンペーン強化されておりますけれども、まあ、これがね年間150万円決済すれば、あとねカード更新していただければここのねあのウィークエンド無料宿泊特典で利用することができて、またねヒルトンゴールドで朝食もつくっていうふうになりますんで、まあ、あのホテルクレジットはねつかないですけども、それでもめちゃめちゃコスパいいんじゃないかななんていうふうに思いますので、ぜひねチェックしていただければななんていうふうに思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。